はい、それではコンパクトプラス決勝へメイン10分スタートします。みんなでいいな。早いの。なんかマシン一番速いんだよ。エンドリーが速い。見てる中で一番速いんだよ。
なんか嫌な感じだよ、もうこれからさんと嫌な関係になるの嫌なんだよ。さあ、残り5分です。危ないな、ごめんな、俺パス勝てんの、見られてなく。ああ、何が入れかった。じんちゃんが半番点浮上。ああ、もう入れかかった。さあ、再び今井さんがトップ。この差は 2.9 秒。ベストラップはね、今井さんの11秒72、であとは桑田君の11秒17、金ちゃん11秒14、哲龍11秒19、佐田さん11秒18、石井ちゃん12秒15。石井ちゃんは静かですね。
残り10秒切りました。エンジン今乗りましたね。桑田君はね、ロックの角度を前に乗ってるんで、じんちゃんゴール、しーちゃんゴール。ああ、転んだ転んだ。抜かれちゃった。真ん中真ん中。いや、俺ゴール全部。五番ゴール。ああ、そうです。もう大丈夫。六番ゴール。二番ゴール。はい、全車ゴールです。優勝は今井さん49分14秒350。続いて GT クラス。